大変長らくお待たせいたしました。本日もパイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ今回は青木敦追悼5番勝負ということで、その第3戦目、対戦相手は金丸義信との一戦をお届けしてまいります。初めてご視聴いただく方はありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクの西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、先日バイク事故で亡くなられた青木敦史選手を追悼するという意味で、5番勝負の方を行っております。ここまで2戦、秋山選手と、石森泰治選手と戦って、2連敗ということで、いきなり、もう大ブレーキがかかっておるわけなんですけども、そこはね、花を持たせるわけじゃなく、最後までしっかりと戦っていくということで、いけたらいいんじゃないかなということです。勝ち負けを気にせずね、やっていきたいと思います。で、今回の、最初にも言いましたけども、今回この青木敦選手の5番勝負をやるっていう風になった時に、青木敦氏のことをめちゃめちゃ詳しいわけじゃない僕は、そこそこの勉強をしました。そこそこです、ね。ネットで拾えるぐらいの記事の、読みつく数ほどでもないか、勉強してね。で、それでいろいろ悩み抜いた上で、この5番勝負誰にするかなと、メンバーをね、でいろいろ考えたんですけども、ウィキペディアかなんかの情報、ウィキペディアの情報ですね、いつだったかな、2005年にデビューして2007年ですから、デビュー、2年ぐらいで、青木敦史先行10番勝負というのが行われた。で、その時のメンバーに例えば、健太選手、小川義成選手で、ライガーさんで、丸藤さん、鈴木実という名前があったので、そういうところでいいかなと思ったんですけども、いや、それではちょっとなということで、今回この、青木敦史と名勝負を繰り広げた、その10番勝負の中の一人もある、金丸義信を再現しました。といっても、金丸義信についても、前回の石森泰治選手と一緒で、ここから計省略でいきます。もう3つけるかつけへんかでいつも悩むというか分からなくなるって。で、ファイプロのダウンロードコンテンツに、導入されているレスラーなので、それを引っ張り出してきて、あと、エディットポイント180で統一すりゃ、すぐできるというもんなんですけども、いや、そこはそれね、一応、好きでやってるものですから、きちんと、その外見も今回だから、コスチュームも変えました。これ違うんですよ。パンタロン形式だったんですよね。ファイプロに入ってるやつがね、ダウンロードコンテンツ。で、それでも別に悪くなかったんですけども、ちょっと味気ないなっていうのと、一緒に戦ってた頃はもう一つ前だから、その時のっていうことになって、で、いろいろ悩んだあえげく、今みたいなコスチュームになりました。これで良かったかなっていうのはちょっと今でも思ったりはしますけども、こんなもんでしょうということでお許しいただけたらと思います。で、今回そのね、青木敦史を語るとなるにはそれなりに勉強しないといけない。勉強して、5番勝負の相手をいろいろ考えて、で、じゃあその対戦相手、決まったところで、じゃあその相手もよく知らないと。名前はもちろん知ってますよ。かなりテクニシャン、悪いヒールタイプのレスラーだと、金森義信がね、っていうことぐらいしか知らないんで、鈴木、今鈴木軍にいるんですよね、もし日に上がってるとかね、
だそれでじゃあってなったんですけど、まあそうなったら試合を見て実際に、自分が感じ取るというようなことをやりたいなというのをやってからですので、ダウンロードコンテンツに入ってる、金丸義信とは技もだいぶ変えましたね。もちろんその肝心な技、必殺技である垂直落下式のブレインバスター、あとタッチアウト、回転しての旋回式の垂直落下式のブレインバスター、この辺は、もちろん当然入れていますけどもね。で、まあそんな何十試合も見たわけじゃないんですけども、数試合見たんですよ、この金丸選手のね。でね、見て思ったのはまあ上手いですよねこの人ね。その上手さが何かっていうのをいろいろ自分なりに試合を見て受け止めたのは、相手に合わせるのがとにかく上手い。相手の技を受けて、試合を運んでいくっていう上手さがあるんだなと僕は感じたんですよね。でもフィニッシュは、基本垂直落下式ブレインバスターをからあとは、ディープインパクトですね、コーナーポスト最上段から飛びついての DDT で、まあ、もちろんこれもファイプロには装備というか元からある技ですので、これを似合う、これがうまく出るというようにロジックを調整したりとかっていうのをしたということで、自分としては一応まあ納得できるファイターにはなったとは思うんですけどね。あとはまあ一応ヒールレスラーということで、今はなんかあれですよね、ウイスキーを吹きかけるというような技があって、まあ、当然毒切りとかで、代用できないこともないと思ったんですけども、それはもう外しました。だから新日の今新日に上がってるよりもちょっと古いというかまた違う、金丸選手になってるんじゃないかなと思います。さあ試合の方にちょっと集中していきましょうか。まもなく15分ですが、あ、腕はね伸ばすんですよね。さあカウント2、この辺ですよね。でこれは青木敦のスパイラルポセイドン、ノーザンライトボム、足をフックさせたノーザンライトボムっていうような技があるということなので、それを、再現してみました。もしかしたら違う技の方がいいかなと思ったりもしたんですけども、まあトータル的に見てあの技の方が、決まるだろう。ああこういう金的ですよね。この辺がヒールっぷりを、であとはその先ほどのその金丸っていうのを、金丸選手っていうのを、どういう風に表現するか、うまい、じゃあ受け身のうまさっていうこともあって、これはパラメーター的にめちゃめちゃ、わー、雪崩式の垂直落下、これはまず1回するか、おー返した。これを返せると返されると、いやしかしね、粘りに粘って受けに受けて、で、試合運びとしては最後もう決まるまで垂直落下式ブレインバスターを出すというのが、ファイトスタイルだったので、でそれでどうだ、これももうカウントリーディンキュー、あとは丸め込むのと垂直落下式ブレインバスターという金丸の試合運び終盤のね、っていうのと青木敦史、このまま巻き越さないようにするためには今2敗ですからね、初勝利なるか。あーこれですね、これが、何発も出てきます。当然ダメージ、ファイプロ的に言うダメージも高い技ですから相当効くはずなんですけども、さあバックを取って、この辺、丸め込んでいきますね。で悩んだのは矢野徹選手が使う、これは
オブジェクト、どうだ、あー決まらない、これは痛い。あの矢野徹選手の、金的から丸め込む技とかああいうのがすごい似合うなと思ったんですけども、それだと矢野徹になってしまうと思ってあえてそれは外しました。ただこういう金的の技、は何パターンか入れてるので、で金的の技を入れてから丸め込むみたいなことはできるように。あーこれはコーナーポスト付近、あーしかし出ない、垂直落下ブレンバスターからカバー、どうだ、おーカウントリー電球、さあ青木も粘る、ブレンバスターで場外へ、この場外はあえていかない、スタミナを整えて場外戦はどちらかというと金丸の方が得意ですから手を出さなかったということですかね。さあロープに投げて、おーラリアット、さあこれで決まるか、今度は走ってからのラリアット、もう一発決めて、さあどうする、バックを取ってもう一発いっか、おおラリアット3連発、いやおお脇固めに行く、そのままもう腕は完全に伸びている、しかしこっからなんですよね、腕が伸びてゴロゴロしても試合は決まらないことがある。これはね、あの今回青木選手を作るときにテストマッチで再確認したことな、あーカウントリーテイク、オブジェクトが2回出るというのは結構珍しいんですけども、さあ今度アサルトポイントで決める、カウントのタイミングがいいぞ、どうだ、あーこれも返される、さあジャンピングパイルドライバーでダメ押しとなるか、さあカバーどうだ、うわー、この辺はやっぱり受けの美学、ヒールマスター金丸の真骨頂なのか、どうだ、うおーカウントリー電球、さあ行き詰まる攻防、これはまずいぞ、垂直落下式の雪崩式の、おおそれを返してコーナーから待つミサイルキック、これも得意だったんですよね、しかし先に立ったのは金丸の方、いやーこれは垂直落下式食らってはいけない一発、しかし立たしてバックを取る、バックの取り合い、アサルトポイント、ちょっとレフェリーの空白、あーカウント2点球、さあこれはいつ決まるのだろうか、時間無制限一本勝負、お互い納得するまで戦うというところでしょうか、決まった、よーしよし力入った、いやー見事、最後は猛攻を耐え抜いて、ただあと金丸の、金丸選手のディープインパクトが出なかったのはちょっと残念、出なかったですよね。まあ今後ね、これはまた継続参戦というか、出て試合に出た時に、またどっかで楽しみにしていただけたらと思います、というわけで25分47秒チキンウィングアームロックで青木敦史が金丸義信からギブアップを奪った試合でした。さあこれで1勝2敗となった、青木敦史追悼5番勝負、残り2戦相手は誰なのか、まあ予想できると思いますけどね、相手は誰なのか、結果どうなるのかということで、お楽しみにということで、今回はあっさりめですがこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた。 Thank you.